とある日の午後5時半、寒風吹きすさぶ甲府刑務所、受刑者を囲う塀の外に勤務経験5年以下の若手刑務官が集いました。本当に抜きに来るぞ、しっかりやらなきゃ。よそで抜かれてえらい怪我してんだからな。いいか、これ武器だぞ。盾じゃなくて敵に渡れば武器が。甲府刑務所では勤務5年以下の若手刑務官の割合が3割を超えました。世代交代は刑務所でも進んでいます。しかし経験不足を理由に妥協は許されません。ベテランが持つ技術を若手が引き継いでいくことは急務です。我々刑務官の一番大事な仕事というのは治安の最後の砦を守っている、これが刑務官の仕事です。だから何があっても苦しくても盾は絶対離してはいけない。この盾を手放すということは治安の最後の砦は崩壊する。受刑者の更生、そして社会の安全のためスキルアップに励む若手刑務官海老本さんにはある目標があります。